小田翔太郎、小田翔太郎、小田勝太郎。1904年、明治37年11月6日から1974年、昭和49年6月21日は、日本の女性歌手。本名は、間の勝。旧姓は佐藤。芸者翔太郎として吉町、花町に席を置く傍ら、島の娘で歌手デビューし、いわゆる、ハーコータの流行を作った。 三島一ッと歌った、東京温度の大ブームを受けて引かし、小歌翔太郎と名乗って歌手業に専念した。赤坂小梅、一丸、音丸らと共に芸者歌手の一時代を形作った一人。1971年、昭和46年に四樹法賞を受賞。1904年、明治37年、新潟県中間原郡塗ったり町。 現在の新潟市中央区生まれ、親戚の経営する料亭、鶴吉の幼女となり、1917年、大正六年、小学校卒業と同時に、鶴吉からお勝ちの名で数に、お尺としてお披露目。以後、長さ四百三十軒の木橋、万代橋を毎日渡り、新潟小町まで芸の修行に通った。歳で年期が明け、好きな清の師匠として、 身を立てるべく、1929年、昭和4年3月に上京。師匠の清本信不ふを、新福本という芸者家の名義ちゃらの勧めにより、東京吉町、現在の中央区日本橋人形町の松、三川家から看板狩りで、再び芸者としてお披露目し、翔太郎と名乗る。1930年、昭和5年10月、川立中の看板を挙げて独立。 清本のほか、信内、歌沢、長唄などの研算を続け、歌沢、勝、る、清本梅勝次という名取りとなる。愛くるしい笑顔と美声が評判となり、佐藤家佐の上手な芸者として、次第に名を挙げ、やがてはレコード会社からも注目を浴びることとなる。同じ吉町花町から出ていた、藤本二十三吉に続き、翔太郎もレコードデビュー。オデオンレコードに、 数曲吹き込んだ後、1931年、昭和6年にビクターレコードと正式に契約。初期の芸名は、吉町翔太郎であった。1932年、昭和7年、銀座の柳植樹記念として作られた、柳の雨が、永面の四谷文子が歌う、銀座の柳と共に、大ヒット。吉町翔太郎のヒット作、第一号となる。 同年の大晦日、新進作曲家の佐々木俊一が作曲した島の娘が放送されると、聴取者から大反響を呼び、翌1933年、昭和8年に発売されたレコードは、発売から3ヶ月で35万枚を売る未曾有の大ヒット作となった。当時、著名な音楽評論家が島の娘よりベートーベンの方が好きだという人がいるとしたら、その人は、 日本人ではなく、ドイツ人である。とを絶賛したほどであった。歌い出しが、はーっと始まる、島の娘のヒットを受けて、いわゆる、ハーこタといわれる、流行歌が、次々と世に出ることとなる。だが、島の娘は、当局から、歌詞に、問題ありとされ、歌詞の一部を改作させられた。その後、太平洋戦争に突入する頃には、白金処分を受け、 歌うことも禁じられてしまった。一躍、人気歌手となった翔太郎は、大島おけさ、佐藤思えばと、連続して、ヒットを出すが、決定打となったのは、盆踊りのシーズンに発売された、東京温度である。前年に、吉町の先輩藤本23吉が歌った、丸の内温度の替え歌として発売された、この曲は、民謡町を得意とした三島一世とのデュエットによって、 レコーディングされ、東京のみならず、日本全国の盆踊りは、東京温度一式に染まったのであった。人気絶頂の翔太郎は、吉町の芸者を廃業し、レコード歌手に専念することを決意。1933年、昭和8年11月、歌舞伎座で、小歌翔太郎襲名の披露工業が、華やかに開催された、2夜連続演、小歌翔太郎の優主祭。 当日社会事業団講演会。同時に小歌富士派を創留し、家元となる現存する小歌富士派とは無関係。翌年春のシーズンに発売された桜音頭は、それぞれ異なった作詞、作曲家による各社協作となったが、本家ビクターの翔太郎版が最も売り上げを伸ばした。翔太郎の人気により、レコード業界にうぐいス歌手旋風が巻き起こり、 同じビクターから10、コロンビアからは赤坂小梅、豆、千代、ポリドールからは新橋、清造、浅草港、日東からはビチアツ、日本橋君坂へと続々と、芸者出身の歌手が人気を博したが、中でも同じ会社のシマルとは相当なライバル意識を持っていたようである。10は後に、まさるちゃんが歌い終わるとするようなにっこり笑う顔が、 どうにも愛嬌があって、あたしにはとてもできなかったの、と語っているが、当時二人は、出番や着物、出演料に至るまで相当張り合っていた。新聞は、翔太郎主体の記事の場合は、勝地時代、一丸主体の記事の場合は、首相時代と書かねばならぬほどであった。1936年、昭和十一年、女映が、翔太郎子守歌に主演。娘千堂さん、 アンコツと順調にヒットを続ける一方で、1937年、昭和12年、作詞家の西条八十や SKD の江戸川、蘭子らともに中国大陸へ戦地移盟に赴いたのをきっかけに、その後も何度となく、前線の将兵を移盟している。1938年、昭和13年、戦地で病に倒れた際に、軍医、間の良一氏と知り合い、二人は、 戦後になってからの1950年、昭和25年に結婚した。翔太郎が亡くなった折の雑誌の取材では、築地にあった翔太郎の家に、マノシの友人が下宿しており、1948年、昭和23年頃、その友人を訪ねた際に翔太郎と知り合ったのが、出会いの間だと、マノシは語っている。有名な中国での出会いのエピソードについては否定。戦時中も、 翔太郎の活躍は続き、1942年、昭和17年に発売された、明日はお立川、放送局にリクエストの電話がかかってくるほどの大反響を呼び、久々の大ヒットとなった、軍事工場の遺問などに忙しい日々を送っていた、翔太郎であったが、内地で終戦を迎える。1946年、昭和21年、コロンビアに移籍、小賀メロディー。 伊豆の七島、信仰の深かった歌舞伎俳優、十五世、市村う左衛門を忍ぶ、立花屋などをレコーディングするが、1948年、昭和23年には定築に移籍した。映画主題歌、大島城和がヒット。1950年、昭和25年には、親善施設として、日本の芸能人としては、戦後初めて、渡辺浜子、三味線稽古らと渡米し、 ハワイ、ロサンゼルス、サンフランシスコと現地の日系人に東京温度の歌手として大人気を博す。さらに、小児太郎らと共にブラジルへも赴き、こちらでも日系人の熱烈な歓迎を受けている。1961年、昭和36年、設立間もない東芝に遺跡、主にハウタ、民謡を中心にレコーディング活動を続けた。 昭和40年代の夏メロブームには欠かせない存在となり、東京十二チャンネルの懐かしの歌声には常連のメンバーで死の直前まで出演している。たゆまぬ精進が認められ、1971年昭和46年に死守法賞を受賞。それを記念して、古巣のビクターでは島の娘や東京温度など、低地区では瓶のほずれ、春雨などの葉歌が、 再レコーディングされている。1973年、昭和48年8月、タヒチへの旅行から帰ってから、体の不調を訴えるようになり、1974年、昭和49年6月21日、肺がんのため、東京都府中市の自宅で69年の生涯を閉じた。同年6月25日、訓四等奉還症を追贈され、小た 翔太郎の輝かしい功績が称えられた。代表曲の一つである柳の雨は戦後の1947年4月に再発され、1959年暮れまでに再発版だけで37万3000枚を売り上げるロングヒットとなっている。翔太郎は島の娘などの流行歌のヒットも多く出したが民謡のヒットも多い。ことに佐藤家は 現地の盆踊りで歌われるものよりもテンポを落とし、節や、シャミを、翔太郎自身がハウタ風にアレンジしたもので、人気を呼び何度も吹き込んでいる。同時期に、村田文造などが、レコードに吹き込み普及に努めた、いわゆる成長の佐藤桁と、いささか趣が異なっていることもあり、地元からは、翔太郎の桁は、地元のものとは違うと非難の声が出たこともあった。 そこで、翔太郎の歌い方を、翔太郎説などと呼び、伝承の、佐おけさとは区別することもある。なお、伝承の節に比較的近い歌い方のものも、おけさ踊りのタイトルでレコーディングしており、こちらもヒットしている。佐おけさの他にも、越後岩家や、三階説、新潟おけさなど、新潟県の民謡を次々にレコーディングし、普及に貢献した。越後岩も、 地元伝承のものとはやや不死が異なり、翔太郎がハウタ風にアレンジしたものである。新潟民謡以外では、藍津版大さんが持ち歌としてよく知られているが、これも地元のもの、鑑賞踊りとは異なり、翔太郎がハウタ風にアレンジしたもので、佐藤傑作の時と同じように地元から避難の声が出た。有名な、小原翔介さん、なんで心情しもうた の林も、翔太郎のアイデアで挿入したものであり、元来の鑑賞踊りには、このような林は入っていなかった。当時は、新情し太と林したのだが、戦後は、心情潰したと林すことが多くなっている。翔太郎自身が後年ラジオ等で、私の、合津番代さんは、地元のものとは違っていて、わかりやすくするために、私がアレンジをしたものですと述べており、 地元伝承のものとは異なる旨を明言している。他に、おばこ節、山形おばこの正太郎節、関の御本末、九州本節、博多節、どっこいしょ、磯節など、全国各地のお座敷町の歌いを積極的に吹き込み、普及に貢献している。戦前は、新交歌などと呼ばれた地方の宣伝や、紹介のために作られた、新民謡も多く吹き込んでおり、 中でも、東京温度、別府温度の2曲は、大きな成功を収めた。校舎は、大分県の地方都市の新高歌であるにもかかわらず、大分県中で流行しただけでなく、全国的に知られていた。他に、大志温度、軽井沢温度、スキー温度、美濃町温度、黒温度、早友温度などを吹き込み、盆踊りの際に盛んに踊られた。ことに、大志温度と、スキー温度は、 平成に入ってもなお盛んに踊られている。沼水地区で営業している。生肉店では、近隣でイベントがある際に出店を出し、翔太郎サンドと称するハンバーガーを販売している。その名の通り、地元出身の翔太郎にちなむもので、バンズにロースカツとキャベツを挟んだ手作りのカツバーガー。通常は発売されず、祭りやイベントなどでしか購入できないことも、あ。一部では、 根強い人気を持つ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。